私の高校生活は興味を持ったことにとことん打ち込み、自分が進む道を自然に考える時間だったと思います。もともと私は高校2年生の夏まで理系進学を目指しており、国立最高峰に入学しなければ意味がないと思っていました。そのため通っている高校の独特な学習内容に沿った評定値にこだわりはなく、一般入試の受験勉強が順調ならば良いと考え、塾に基準を置き、学校の勉強はあまり熱心に取り組みませんでした。しかし実際には塾は休まず通っていただけで、成績が良いわけではありません。一方、勉強以外の部活や委員会活動、国際交流活動、ボランティア活動などはとても充実していたため、当時はなんとなく勉強も含めた高校生活の全てが充実していると勘違いしていたように思います。私のその勘違いはどんどん勢力を増し、周囲が受験勉強をスタートさせている高校2年生の夏に、私はまだなお国際交流活動を続けるのだと言って海外へ出かけていきました。しかし物事に無駄はなく、そこで出会った海外の同世代の仲間の声に刺激を受け、彼らの住む国の考え方に違和感を持ち、政治を学びたいと決意し帰国しました。帰国後、文系の進学について調べてみると、理系に比べて受験科目の汎用性が高く、勉強を怠ってきた私には受験のチャンスが広くなるようで嬉しくなりました。また私立大学の魅力を知り、いかに自分の視野が狭かったかにも気づきました。さらに学校の評定値が4程度では指定校推薦は受けることができないと諦めていたのですが、総合型選抜入試を受けることができると知り、テンションが上がりました。推薦と一般の両方をダブルで受けるチャンスがあることは、学力に自信がない私にはとてもラッキーなことだと思えたのです。私が毎日学習会で総合型選抜の受験対策をスタートさせたのは高校2年の秋でした。当初総合型選抜を甘く見ていた私は、取り組みがいい加減で先生方から見捨てられてもおかしくない受講生だったと思います。またネットでの授業が初めてだったこともあり、何をどうしたらよいかわからず、質問しようにもわからないことがわからないという最悪な状況でした。例えば自信を持って書いた自己推薦書に対し、先生方から優しい言葉で全くの見当違いだと評価されたことが何度もあります。何度書いてもうまくいかない学習に、私は焦りを通り越して嫌気がさしてきました。私の中では自己推薦書は今の私の自己推薦であり、まさか取り組みたい研究テーマの選考論文まで調べて書き込むなんて考えることができませんでした。それは大学に入ってから学ぶことで、今それを書いて提出したら大学の先生に素人が何を言っているんだと思われ、失礼になるのではないかと勝手に思い込んでいたのです。総合型選抜の意味を理解せず安易にスタートさせたため、トンチンカンな取り組みをし、その考えを修正するまでに時間がかかってしまった結果です。自己推薦書を書くことに嫌気がさしてきた私は、今日は添削物がないので休みますと休みを繰り返していた時期があります。ある日休みの連絡を入れた時、毎日学習会の社会人講師の先生からの返信に、添削物がなくてもあなたなりにこの10分を使ってみてくださいと書かれていました。ネットでのたった10分の指導では何もわからないし、私が書いたものが伝わるはずもないと思っていた私には強く衝撃的でありながら優しいメッセージでした。この先生と少しお話ししてみようかと思った瞬間でもありました。そこから私は添削物がなくても入試について疑問に思っていることや、自分がやりたいと思っていることを伝え、一つずつ自分なりに消化していきました。途中で何度も、そろそろ書いて、書かなきゃ始まらないよと先生に催促されましたが、分かっているつもりだった総合型選抜入試を理解し軌道修正するための時間は決して無駄ではなく、むしろ終盤に向けて優位に働いたように思っています。同時に現役の大学生の先生から大学の様子を聞くことができたことも気持ちが上がりました。とはいえ、思ったような自己推薦書を書くことは容易ではありません。一つのテーマから何度も何度も視点を変えて書き直したり、テーマを変更したり、何度それらの方針を変更したか分かりません。それを根気よく
その都度丁寧にアドバイスしてくださった先生方には感謝しかありません。先ほど述べた通り、私はだらだら気があったため、それを何とかしようと先生方があの手この手で熱心にアドバイスをくださいました。私はあろうことか自分でも気づかぬうちに先生方の役割や特性を理解し、良いとこ取りをしていたことに気づきました。私は自己推薦書を書くために毎日学習会を次のように活用しました。まず林塾長から個性的かつ大胆で勝つための戦略とテーマについてアドバイスを受けました。だらだら気が長かっただけに、この頃には先生方の方が私より私についてよく理解されている、10分の積み重ねは侮れないと感じるアドバイスがありました。次に林塾長のアドバイスをもとに自分が心から打ち込めるテーマを導き出しました。そして導き出したテーマが林塾長のアドバイスとブレていないか確認をする。ここでも妥協を許さない厳しい修正が入り、私の場合ここまでを何度も繰り返しました。そこから実際に先行論文や書籍を調査し、知識を自分のものにし、自己推薦書を書き上げました。最後に社会人講師の先生に添削をしていただいて、文章のブレや矛盾っぽい表現方法など指摘をいただき、ひたすら修正を繰り返しました。毎日の電話でサボれないとはいえ手を抜くことができます。しかし頭の良い先生にはすぐにバレてしまいます。そこで美しく音読できる文章まで修正できると何とも言えない感動もありました。このように大枠を林塾長、細かな爪を社会人講師の方、その合間に現役学生の講師の方が別の新鮮な視点でアドバイスをくださるという構図こそが毎日学習会の歩き方なのではないかと私は思っています。私は総合選抜型入試の書類対策と同時進行で小論文や英語を見ていただきました。小論文について、小論文はセンスではないと林塾長はおっしゃいます。しかしそれは文章が書ければの話です。そこにたどり着くまでの基礎的な文章力が足りない私のような高校生はその前の学習が必要です。社会人講師の先生は文章を書くための論理的思考を鍛えるために本を紹介してくれ、それに沿って文章を書くことを教えてくださいました。また英検を受けたいといえば英語の先生が紹介され、英文法や英作文を丁寧に見てくださり、英検対策を言ってくださいます。そして英語の面接が必要だといえば英語を母語のように話す先生を紹介してくださり、 Q&A の添削や適切な言い回しを指導してくださいます。今思えば困ったことを相談して解決できないことはない。毎日学習会はそんな場所だったように思います。私は1年間毎日学習会で学び、慶応義塾大学総合政策学部に合格することができました。とっても感激し嬉しくてたまりません。しかし欲張りな私はもう少し受験勉強をしてみたいという気持ちがあります。それを承知してくださった先生方は私の学びを心から応援してくださっています。そして思い切り受験するように背中を押してくださいました。一人一人に向き合い個人の限界を決めずに応援してくださるその心の大きさに私は感謝しています。ホームページには1ヶ月で対策ができると書かれています。先生方は短期間でもできる限りの対応をし応援をしてくださいます。先生方の熱心さを見ているとこれは間違いないと思います。しかし私の経験からできるだけ長く、できれば1年前から1日でも早くから学習してほしいと思います。短期間では得られない基礎的な学習の補完が最終的な出願資料作りに生かされることや、総合選抜型入試に必要な自分で気づけない自分のことを気づかせてくれる先生方の目線は先生方との時間の積み重ねの結果です。はじめはびっくりするような個性的な先生方と苦しくてたまらない受験期をどうか楽しくお過ごしください。素敵な受験期だったと思える日がやってきます。